新鮮湾港岸出入り境検査場、香港側ゲート、新鮮湾港岸香港側車両検査場、新鮮湾港岸は、中華人民共和国関東省新鮮シナム三区、東角頭と、香港特別行政区深海元秋落号、石の間に位置する、出入り境検査場。国境開放時間は6時30分から24時。 新千湾港岸は、南三区蛇口東角頭の埋め立て地に位置し、敷地面積は117.9エーカー。道路には、車線変更施設を備え、新港西部通道に、香港新海北西部の元秋落号、石と連絡している。この口岸のターミナルでは一箇所で中港双方の、出入り境管理官が、出入り境検査を行う、一治療検査を行われる。 双方の係官は隣接する場所で出入り境検査を行うことで、バスツアーなどで国境を越える旅行者も一度の下車で、通関手続きが完了する設計となっている。税関申告のために、全荷物を持って下車することが必要になるが、全体の徒歩距離が300メートル程度、で境入居双方のゲート間も、数十メートルと短く、十分な数のゲートが備えられているため、 旅客は通常10分余りで手続きを完了でき、1時間以上を要することが珍しくないラコ抗ガンや抗格値ガンと比べて格段に早い。なお、自家用車やミニバンで旅行する人は乗車しながら通過できるようになっており、世界で初めて乗車したまま顔認証を行う日本電機のシステムを導入している。 香港側と新鮮側に該当するパスポートチェックのゲートがそれぞれ別々に新鮮湾港岸敷地内にあるが中国入国の審査は厳しくなる傾向が続いており下車が必要になるなど所要時間がかかる場合もある新鮮市の西部に位置するこの場所で一治療権を実現する施設を建設するためには新鮮香港双方に法律面 行政面での問題が存在していた。2006年10月31日、全国人、大乗医会館を受験香港特別行政区隊、新鮮湾港岸港片口岸区、実施管轄的決定が、対10回全国人民代表大会常務委員会24次会議を通過、この決定により、新鮮側に香港出入り酒検査場を設置し、 完全に隔離する方式により、新鮮側での出入り境管理業務を実施する中国大陸側の法整備が完了。香港側も香港日報会が2007年4月25日に、新鮮湾港岸港片口岸区条例を制定することで、一治療圏の法的根拠を獲得した。2007年7月1日18時、新鮮湾港岸の供養が開始され、 香港主権以上10周年の祝賀行事の一環として、古今東共産党総書記、曽加月県香港行政長官が出席しての式典が実施された。ZH 香港法令第245章により、新選口外の香港側エリアは制限エリアとされ、立ち入る際には有効な旅券等関係書類の携帯が義務付けられている。 国境を越えない場合でも香港刑務ろの発行する出入金区許可証の携帯が必要である。したがって、香港側でウーバーなど一般車に乗車している場合、資格保持車両以外はこのエリアには入ることができない。ありがとうございます。